こんにちは。ハーバード心理学40日目に入っていきました、ブルーホースです。ね、もう間もなくカウントダウンが始まってくる頃になりますね。終わりに向けてね。はい。ということで今日は40日目は人を伸ばすというテーマでお話をしていきます。まあ人から聞いた話なんですけどね、僕自身が。まあ誰から聞いたっていうのはちょっと忘れちゃったんですけれども、まあ実力が高いから人を伸ばせる能力も高いとは限らない。まあ、これはよく言いますよね。名選手は名コーチならずっていうふうによく言うじゃないですか。で、一方で人を伸ばす力がある人っていうのは自分の実力もそこそこ高いっていうケースはよくあるんですよね。で、プレイヤーとして体制しきることまではできなかったんですけれども、まあ、そこそこ名を残す程度には実績を作ることができる実力があるという、まあ、そんなお話なんですね。まあ、プロスポーツ選手でよくある話ですよね。で、今日の前半の話は、まあ、聞く世代によってはちょっと耳の痛い話になります。まあ、もろに僕の世代なんですけどね、30前後くらいのところです。で、しかし、それはとある大人たちの失敗によって、生み出された結果なんですよ。僕らの世代っていうのはね、まあ多責になってしまうかもしれないですけど、ね、だからこそ自分たちでどうにかしていかなくちゃいけないっていうお話に結びつけていこうと思ってます。その失敗を取り戻していくために、今からできる対人スキルを上げていくためにはどういうことしたらええのっていう話を一緒に今日は学んでまいりましょう。はい。で、オーストラリアのね、ラジオ番組でこういうお話がありました。経営者たちの悩み、ででん。大卒の新入社員についての不満なんですよね。で、確かに日本もそうですけど、高いレベルの教育を我々の世代って多くの人たちが受けてるじゃないですか。ね。大学に行くパーセンテージってのはもう年々上がっていってますから、ところがその高いレベルを教育を受けてきた私たち若者はしょっちゅう褒めたりとかおだてなければならず、ちょっとでもいやそれは違うよとかそれはダメだよっていうふうに批判とか否定をすると、もうすぐ不機嫌になってしまったり、なんでですか、おかしいじゃないですかっていうふうに反抗して、まあ、最悪仕事を辞めてしまう人たちっていうのが後を絶たないっていう悩みを抱えていると。で、これっていうのは同じ話で他国でも起こっていることなんですよね。アメリカをはじめ先進国でも、まあ、管理職の間では同じ諸問題について頭を抱えているわけなんですよ。で、スパルタ式の教育を受けた世代、まあ、我々の一回り二回り上の世代ですよね、に関しては甘やかされて傷つきやすい若い世代、我々の世代もしつこいですかね、30前後以下ですね、っていうのはどう関わったらええねんっていうふうに答えが見つかってないっていうお話なんですよ。で、ここについて心理学者のキャロル S. ドウェックさんですね、これはまあ前回のパートでも出てきた心理学者の方なんですけど、こうした新人たちのことっていうのを褒められ世代っていうふうに呼んでますね。で、優しい親や親切な教師によって育てられたわけなんですよね。確かにその暴力を振られることってあんまりなかったと思います。僕は何回かしばかれたことありますけど。で、子供たちの自尊心を育むことっていうのを最優先してきたわけなんですよね。だから何でもかんでも褒めまくる、もう何々ちゃん頭いいね、何々ちゃん頑張ってるね、よくやるねっていう風に褒めまくることで育ててきたんですよ。で、子供たちのプライドっていうのを傷つけることがないように、まあ、批判的な言葉を浴びせたりとか否定しないようにするっていうことを心がけたんですよね。で、結果褒めまくることによってどうなったかっていうと、これがね、恨みに出てしまったんですよね。自己信頼感、要は自分に対する自信ですよね、とか実力を身につけた大人になるどころか、残念なことに自信も持てないし実力もない、ただただ甘やかされた何も持たない大人になってしまったんですよ。で、このことをドゥエック曰く、今の私たちの職場には常に安心させることが必要、これは我々の世代に対してですね。で、批判を受け付けない人間で溢れてるんですよ。で、粘り強く困難に挑戦したりとか間違ったことを認めてそれを修正するっていう、そういうことが求められるビジネスの世界では、まあ、若い世代っていうのは成功するとは思えないっていうふうに言ってるんですよね。まあなんとも耳が痛いお話ですよね。で、最高の教師から学ぶっていうことが今日のお話につながっていくんですが、どういうことかっていうと、まあ、先に注意事項を
述べておきます。今日のワークについては個人的に個人的にですね、残念ながらいい例を、まあ、お伝えすることができないんです。でなぜなら良かったって思える教師に僕自身がですね出会ったことがないからなんですよね。最高の教師に出会うっていう、学ぶっていうワークなんですけど、でちょっとね感情的になる場面もあるかもしれませんが、それに関してはお許しください。お願いします。はい。で、まあ、さっきの話からちょっとバツッと、切り替えてやっていこうと思うんですけど、思い出していただけたらと思うんですが、あなたがこれまでに出会った最高の教師っていうのは一体どんな方でしょうか。でもちろんね、いないという方は親でも OK です。まあ、僕個人はね親だと思って取り組みます。はい。でその時、その教師はいつの時の方ですかね。小学校、中学校、高校、大学、もしくは例えば予備校とか専門学校とかの先生ですかね。でその教師はどんな面であなたにとって最高な方でしたか。例えば、まあ、面倒見がいいとかね、どんなに夜遅くなっても勉強に付き合ってくれたとか、いつでも応援してくれたとか、どんなことがあっても責任を取ってくれたとか、ある一言が自分の人生に大きな影響を与えたとかね、胸キュンスカッとみたいな感じですよね。で、あなたがその教師から学んだことを今度は自分が師として子供や部下後輩を教育するときに生かすことができるものっていうのはあるでしょうか。まあ、例えばなんですけど、まあ、多くの大人たちが今の若者の育て方っていうのを失敗してきたんですよ。今の若いやつらは根性がないとか向上心がないとかっていうんですけど、結局それって学ぶ方っていうのはこうなりなさいっていう風に育てられてきたから、我々の方ではどう育ったらいいかっていう知識とか経験がないわけですから、もうまさにそうなるように育てた大人たちの責任でしかないっていう風に僕ははっきりと言いたいんですけどね。まあそれは個人的な意見なんでいいとして、これからの大人たちっていうのがもう教育を考えていくしかないんですよ。つまり我々ですよね。我々であれば30前後になってくれば新しく結婚して子供が生まれてってなって、今度その子供たちを育てていくっていうことを考えていくしかないんですよ。ね、我々は失敗作だってよく言われます。言われますけど、じゃあその失敗作のままでいいと開き直って次の世代育てたら、もう失敗作どころかも作品にすらならない可能性だって あるので、そんな危機迫る状況の中でどうすれば次のことを、次の世代のことを育てることができるのかっていうことを考えることが重要なんですよ。そしてその育てる力っていうことを身につけることが結果的に自分自身も大きな成長を遂げていくことになるんですね。だから共に成長していくために、あなたが受けた最高の教育っていうのをまずはコピーして再現することから始めていくっていうのが大事なんですよ。だから最初の冒頭を名選手名コーチにあらず、でも名コーチは名選手だった可能性がありますっていうことなんですけど、そこの話に結びつけていきながら、結局は子供たちを育てていくことができれば我々ももしかしたら名プレイヤーになれる可能性っていうのは秘めているということなんですよ。だから失敗作だ失敗作だっていうふうに言われても、自分たちが育てた子供を見せつけて、どうだお前らにできなかったことを俺たちはできたんだぜっていう反抗心を持ってやっていこうっていう、そんなところですね。まあ僕はそういう考え方をどうしてもしてしまう人なんですけど、もっと穏やかにできる方がいれば当然そっちの方がいいんで、僕はある種皆さんにとっては反面教師かもしれないですけどね。でちょっと僕個人の話なんですけど、教師にはねもうね嫌な思い出しかないんですよ僕。僕自身の体験なんですけど、正直ね教師に恵まれなかったっていう風に感じてます。で大人になった今でもあんな人たちから学ぶことなんてもう何もなかったなっていう強い記憶があるんですよね。ただ一方で僕は両親からは、お父さんとお母さんからはものすごい愛情を受けてきたんで、もう大好きですね。今でも仲良くしますし、父親とは温泉とかキャンプに一緒に出かけたりとか、母親とはまあ、ちょっとバカな話をしてめっちゃ笑ったりとかね、ちょっとあまりにも変な家族すぎてここでは言えないようなフワーオなこととかを母親としたりとか、そんな話をしたりもします。でじゃあ教師からどんな体験を受けたのっていうと、まあね、例えばですけど、もう自分の気分次第って理不尽に切れてくる体育教師とかね、それからもう受験、これ中3の時の担任なんですけど、僕がここの高校を受けますって言ったら、俺は責任取らへんからなって言って受験のサポートを放任するっていうね。いや当然受験って自分との戦いなので、責任は教師が後押しをしたとて取れないっていうことは分かってます。分かってますけど、それを言うかねっていうような、もう本
当にひどい教師がいたりとか、まあ、テストね、中間テストとか期末テストとか中学高校とかあったと思うんですけど、テストのその回答に対して正解してるのに間違って罰がついてたんですよ。で、ここ合ってますぞっていうふうに修正を申し出ると、お前自分で書き換えたんやろって言ってミスを認めないっていう、もうね、ミスター遅れみたいな先生がいたんですけど、うん。ね。で、簡単にですね、こんなことをしてもらって嬉しかったなーとか、助かったなーっていう思い出すことができる体験っていうのはないんですよね。だから、僕自身大学生とかになった時に、塾の講師とか、それからバスケットのコーチを、まあ、4年間やってたんですよね。で、教える立場になった時に、まず小学校1年生から高校3年生までで思い出せるだけの教師の態度とか経験とか、それから発言とか関わり方とかっていうのを全て思い出したんですよ。で、これはあかんって思う関わり方っていうのをもう全てノートに抜粋していって、それをとにかく再現しないように、再現しないようにっていうことを自分を再教育したんですよ。なぜなら自分が嫌な思いをしてきたからなんですよね。それが科学的に正しいかどうかっていうのはまた別かもしれないんですけど、自分が不愉快な思いをしてきたことをなぜ教え子たちにまた再現しなきゃいけないかねっていう話なので、そうしないように努力をしてきたんですよ。で、結果的に教え子がそれって結局判断するんで、まあ、どうだったかっていうのは分からないんですけど、まあ、ありがたいことに今でも連絡をくれて食事に行ったりする子とかっていうのも何人か当然いるっていう話なんでね、はい。まあ 僕自身が成功したとは言わないですけどね、言わないですけど、まあ、あくまで僕個人にとっては今例で挙げたような3人の教師を代表として、まあ、最悪の教師だったっていうだけなんで、同級生にとってはその教師たちっていうのはもしかしたら最高の教師だったかもしれないです。だから生意気ってすいませんでした。はい、皆さんにとっての最高の教師ぜひ思い出してみてください。ということでね、最後になんですが、ほい、教育はどんなに控えめに言ったとしても人の人生を死ぬまで左右しますと思ってます。で、それは教わるだけではなくて教える方も同じなんですよね。で、教わることっていうのは大人になったら場面が少なくなる分、まあ、教えるという側面から我々は改めて学んでいく必要があるのではないかなというふうに思います。はい、なので教えることで学んでいこう、これが伝えなかった一本になります。ということで本日の動画以上となります。次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。